こんにちは、まさです。先日、徳島の阿波踊りに行ってきたんですけど、地震でどうなってしまうか心配していたんですけど、関係なかったです。盛り上がってました。だいたい夕方の6時ぐらいから本格的に始まるんですけど、昼間が暇なんです。そこで昼間は ブラブラと歩いていたんですけど、やっぱり商店街が寂びれているんです。もちろん、徳島だけではなく、地方は大体いいこんな感じです。商店街はすごく大きくて立派なんですけど、人がいないと、近くに大きなイオンがあるんですけど、それだけではなく、やっぱり 人口減少ですよね。特に現在は人口減少が激しいですけど、年間85万人減ってます。謎の大量死って言われてますけど、徳島市の人口が25万8千人ですから、1年間で徳島市が3つ消えちゃうようなもんです。 そうは言っても、まだ大きい都市はマシです。人口が多い仙台や名古屋は大きいデパートもあるんですけど、商店街も結構人がいます。そして今回初めて知ったんですけど、徳島は夜系のお店が結構多いです。スナック系が一番多いんですけど、他にも ホストクラブ、キャバクラ、あとはソープランドと、こういうお店がありました。東京の新橋にも、こういう飲み屋さんが多いんですけど、それ以上に多いと思います。もちろん値段は違いますけどね。昼間は人がいませんけど、夜になったらもしかしたら賑わってるかもしれません。本当、 たくさんのお店があるんですけど、それだけお客さんもいるっていうことですよね。もちろんそれがいいとか悪いとか言っているわけではないですけどね。そしてもう一個私が気になったのは JR 徳島駅の改札です。未だに紙切符なんです。電子決済ができないんです。 近くに徳島県庁があるんですけど、なのにこれなんですよ。なんでこうなってしまったかというと、おそらく電子決済の機械を設置するよりも、人を使った方が安いんだと思います。これを発展途上国って言うんです。もちろん JR が悪いんだって言っているわけではなく、 一番悪いのは政府です。政府が投資をしてこなかったからです。新幹線通せよって私は思います。四国なんて一個もないですから、だから余計衰退しちゃうんです。今回私は愛媛行って、高知行って、そして徳島に行ったんですけど、まあ移動がめんどくさい。 電車でも行けるんですけど、ここで乗り換えて、またここで乗り換えてとめんどくさいんです。ですから結局バスしかないんです。通常高速バスは安いから乗るんですけど、四国では違うんですよ。バスしかないんです。バスで行った方が安いし早いんです。もちろんこれは 緊縮財政のせいですけど、四国に対する機民ですよ。私から言うと。もちろん、鳥取とか、島根とか、そういうところも投資してませんよね。新幹線が通ってませんよね。ですから、行くのがめんどくさいんですよ。高速道路も2車線しかありませんから、本当、発展途上国かって思っちゃいます。 もちろん、徳島は、私は好きですけど、すごく不便だなって思う時があります。ということで、ぜひ、皆さん、来年、阿波踊りに行ってみてください。ものすごく楽しいです。では、以上です。ご視聴ありがとうございました。